嫌がってるんで音を出してるんです。霊が、あ、今ラッポになりました。鳴った、今鳴った。あのクーラーの音、ちょっと寒気するんだけど。皆さん、勧誘してますか？鑑定士の堀田明です。本日は特別な回ということで、ピーコックでは私の鑑定の他にも特別鑑定室という場所を設けさせていただいていて、私以外の先生にお越しいただいて鑑定を行っていただくというスペースがあるんですけれども、今日は月に 4、5 回ほどいらっしゃっていただいている立花という先生がいらっしゃいますので、お話の方を聞いていってみようと思います。邪気とか除霊とか霊って一体どういうことなのということで、私はですね、そもそも生まれてこの方一度も幽霊と遭遇したことがございません。見えるとか見えないとか全くなく、本当に占いの学問しかやったことがないので全然わからないですね。やっぱり鑑定にいらっしゃってるお客様によっては深い悩みを抱えている方とかもいらっしゃるので、立花先生の方に来ていただいてお話をしていただいたりご祈祷していただいているんです。このご予約方法、詳細の方は概要欄の方に貼っておきます。私の公式 LINE、 私の鑑定も含めて立花先生、未練先生の手相の鑑定なんかも一緒にご予約を取ることができますので、ぜひとも公式 LINE の登録の方よろしくお願いいたします。そしてですね、こちらの動画で気になった方もぜひともコメントの方お待ちしております。それでは立花先生お呼びしたいと思います。ということで、本日はピーコック特別鑑定室常霊指揮頭士の立花雅也先生でございます。よろしくお願いいたします。立花先生のプロフィール、概要欄のホームページの方に詳しく載っております。その、常霊師、祈祷師っていうのが、そもそも一体どんなお仕事なのか、常霊っていうのは一体どういうことなんですか？常霊は霊を上に上げて成仏させる。除霊と何が違う？除霊は一回霊を跳ねつけるだけなんで、戻ってきます。常霊っていうのは上に上げていって、成仏してもらうっていうことかな。祈祷師っていうのは一体どんなお仕事なんですか？祈祷師は霊で悩んでる家とかを祈祷して浄化させて綺麗にさせる。実際この国にこういったお仕事されてる方ってみんなが知らないだけで結構いるっていうのは本当なんですか？はい、沖縄にはユタっていう108人ぐらいいます。確かにユタは聞いたことあるし、青森とかでも有名なイタコ、イタコさん、そうっていう名前になってます。なるほど、はい、総称してそういった方たちは霊を成仏させてあげて、古くからある仕事ですよね。はい、よく立花先生が言ってる、頭に邪気がつく、偏頭痛とか、うん、あとは不眠、悪夢を見やすいとか、金縛り、金縛り、私金縛り一回もあったことがない。皆さんありますか？私ってじゃあ邪気がないの？一回金縛りに合いそうな時に取っておくこと、お通夜の次の日。大きなのね。っていうことは、例えば、葬儀とかに行ってきちゃうと、葬儀の亡くなった方がその人を持ってると、ついてくるとき。その時は大体頭につく。ちなみに、そのよく聞く、霊がつきやすい人と、私みたく全く一度も見たことない人っていうのは、何が違うの？霊がつきやすい人は、心霊物が好きな人だったり、心霊スポットをよく行ってる人。あと、夜の海とか山によく行く人がつき。夜の仕事をしてる人は？夜の仕事をしてる人もつきやすいです。ちなみにそのご祈祷の方法っていうのは、立花先生はいつも独特で、ご本人の人が来ていただいて、写真で撮って見ていただいたりとかするんだけど、例えばお子様とか、ご主人とか、お父さんお母さんとか、はい、いろんな人の写真を撮ってきてくれれば、その人たちをおのおの見ていただけるんですよね。本当は本人で見るのがいいんでしょ？いや、写真の方がいいです。見た方がはっきりとわかる。はい。全身撮ってきてもらった方がいい？病気の箇所が上半身とかだったら上半身だけでいいです。顔潰してもいいんです。下の名前はいります。承諾と。
下の名前と承諾をしてもらわなきゃいけない。なるほど。ちなみに仮想とか図面で私が方角を見たりするのだけではなかなか解決できないような問題のお客様たまにいらっしゃるんですよね。それは心霊現象だったりとか不可解な出来事、もちろん方角でもあるんです。そういった線の上に何かが乗ってるとか、水回りって邪気が溜まりやすいでしょ、はい、それは立花先生の方でも一緒。水回りは邪気がいると危ないです。線を感じたりとか。お家の中どんなところに溜まりやすいの？玄関。玄関？あとエアコンの上、換気扇とか。外と家の中がつながってるところに溜まりやすいっていうこと、うん、ってことは、じゃあ風呂場もそうだ。トイレとかパイプでつながってるやつは大丈夫です。外に直？外直のやつは危ないです。なるほど。玄関だとか窓、うん、窓。よく立花先生がお話をするんですけど、お家の中を写真撮ってきてもらって見ていただいて解決してるお客様ってめちゃくちゃいっぱいいて、それを写真撮ってきていただきたいんですよね、はい、お家の中も気になるところはね。100枚ぐらい細かく撮った方がどこにいるかを。ちなみにうちの犬キノト君、ミルクちゃんっているんですけど、夜中にいきなり玄関に向かってワン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 って吠え出して、どうしたのみたいなのが年に1回か2回ぐらいあるの。それっていうのは何かあるんですか？来てます。見えないのに？あ、犬は見えるんで。え、じゃあ私のうちのキノト君たちが吠えた時っていうのは？います。そういう時ってどうすればいいの？そういう時は、備長炭を置けば。炭ね。はい。なるほど。ピーコックではですね、皆様に立花先生に炭の指導をいつもしていただいていて、よりすぐりのものを置かせていただいてるんですけれども、ピーコックでは定番なんですけれども、いっぱいある炭かごと一つ一つ場所に置いておける飾り炭なんかもあるんですけれども、邪気にとってみたら炭の力ってどういうことなんですか？人っていうのは亡くなると火葬されるじゃないですか。火葬された記憶があるんで、火の後のものが怖い。なるほどね。冷房の上に置いとく？冷房。それ最高、はい。外と内側をつなぐ玄関もしっかり、ね、換気扇の近くだったり。ということは、この炭、私のようにわからないっていう人たちも置いとった方がいいってことだよね。はい、簡易的にできる邪気撃退法。そういうことなんですよね。はい、ちなみに、霊が炭を置いた時に、音がする炭をね、私のお客様におすすめして、置いた瞬間に、なんかすごい勢いで音が鳴ったっていう人が、実は2、3件報告があるんですよ、はい。それって何なんですか？それは嫌がってるんで、音を出してるんです。霊が。あ、今、脱法になりました。今、鳴った？はい、クーラーの音。ちょっと寒気するんだけど、本当に私本当見えないんだから何にも嘘。え、その霊が嫌がるときにラップ音ってどういうこと？ビリビリビリってやつ。ラップ音はパシとかパシとかラップをこうやって出すあれじゃなくてね。え、強い霊の場合はドーンと音鳴ったりとか、うん、そう、お客様が、あと背中を押されたとか、そうそう、首絞められたりとかします。そのドンっていう音が鳴ってるのは、逆に言えばもう抜ける前なんで。あ、そういうのを感じる人は聞こえちゃうってこと？いや、その霊がいなくなる前に悪ガキで音を出す。そういうでかい音の場合。怖っなるほど。立花先生見てもらうと、よりそれが強い場所っていうのは人の家にそれぞれ違うわけでしょ、まあ、仏壇にいる人もいますし、あとお尻とか汚くしてるとなんかもう音が鳴るの本当に例の話すると言ってくれます。私そういうの本当しないから。もうなるほどね。で、そのじゃあ人それぞれこう家の中を見てってもらうっていうところは一つでしょ、はい、体の中に邪気溜めやすい人、そのウェルカム体質の人っていうのは、はい、霊媒体質。霊媒体質っていうの、はい、私はそうじゃないでしょ。好かれてる人は飛んでくる感じ。あと占いとかしてるとお客様から飛んでくる場合も。ちなみに生き霊っていうのは、生き霊はその人が好きすぎて飛ばしちゃうんです。念を。生き霊の場合写真に写りやすいんですけど、ね、顔とか。あ、はっきりと。はっきりと。っていうことはテレビで紹介されてるのは大体生き霊です。あ、そうなんだ、はい。この不思議なことが起こってるのは生き霊だと分かりやすいってこと？うん。立花先生といつもお話ししてる飲む炭、食べる炭、竹炭です。これを
いつも私も飲んでるんですけど、このペットボトルの水でも、どの水でいいんですよね、はい、この中に、この炭を、ちょっとでいいんでしょ？コップ一杯に耳かき一杯分ぐらいです。見て見て、わかるかな？あ、入れすぎた。じわ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 。真っ黒の飲み物出来上がりました。これを飲むことによって、炭が邪気を吸着して排出すると同時に一緒で。これはすごくいいよね。立花、うん、先生がいつも、じゃん。炭のシャンプーとトリートメント。邪気がうんぬんって言って開発されたものではないんですけど、うん、めっちゃいいんですよね。炭で頭が痛い時とか、ちょっと重いなとか目が辛いなって。予防に一番効きます。頭に邪気がつかない。次の日葬式行かなくちゃいけない、お墓参り行かなくちゃいけない時の前にシャンプーしてもらえる。それが終わってからもシャンプーする。で、飲む。つどつど浄化していくってことは、とっても大切っていうことですよね。これ家に1個あるだけで、その時に使ってもいいし、つきやすい人は常に使って。片頭痛の人は毎日使っても。リピートのお客さんがめっちゃいるんですよ。もう一つうちで人気の桜の木の桜坊主み。これで私家でご飯炊いたり、月光浴するお水作ったりとかいつもしてるんですけど、立花先生おすすめの使い方ってあります？入浴の時に湯船の中に沈めれば。このまま、はい、生でね。それ一番いいね。一本でいい？いや、少し黒くなるぐらいから。これの方がいいです、ね。こっち。はい、それをもう入れちゃって、それに入るっていうことが重要。はい、いろいろと問題抱えてる方って多いと思うんですけれども、何か皆様に一言ございますか、立花先生。片頭痛の人は一回来てみてください。立花先生のご祈祷は一度ね、お話をさせていただいた後に、プチ祈祷というものを一緒にしていただくお時間をね、設けていただいてます。リピートでね、すごく深い悩みとか問題抱えてらっしゃる方もいらしていただいてます。遠隔でもね、できますので、ぜひともね、一度公式 LINE の方からご相談していただいて、ご予約取ってみて、立花先生にお会いしてみていただければと思います。今日は本当に立花先生、ありがとうございました。今後もですね、立花先生、ショート動画の方でプチ条例法お話ししていこうかなと思っております。個人的なものはなかなかね、見てみないとわからないですけれども、こういったことって例なのみたいなことがある場合には、ぜひともコメントいただいて、お答えできるものはピックアップさせていただいて、ショート動画の方に載せさせていただきたいと思っておりますので、ぜひとも皆さんコメントお待ちしておりますということで、また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ、ありがとうございます。